ライブはアメリカ合衆国ペンシルベニア州ヨーク出身のオルタナティブロックバンド。ライブは1994年に発表したセカンドアルバムスローイングコッパーで世界的な成功を果たしアメリカ国内だけで800万枚の売り上げを記録した。ビルボードのホットメインストリームロックトラックチャートで10周連続モダンロックトラックチャートで9周連続1位を記録した。 ライトニングクラシャスを筆頭に、バンドは1990年代中旬には立て続けにヒットシングルを発表した。1997年に発表したサードアルバム、シークレットサマディーも、前作に続いて全米アルバムチャートで1位を記録している。ライブが発表したアルバムの売り上げは、世界中を合わせると2000万枚を記録している。 彼らの直近に発表した3枚のスタジオアルバムは、アメリカ国内では大きなヒットとはならなかったが、オランダや南アフリカ、オーストラリアやブラジルでは成功し続けた。2009年11月30日、バンドのリードシンガーであるエドコど小悪く自クが不適切な行為をして、他の3人のバンドメンバーと訴訟問題となったと、バンドメンバーでギタリストのチャド・テイラーが発表した。 バンドは2年間の中断を挟んだ後、2011年6月にコアルクジークを除いた3人体制で再起動すると発表した。2012年3月、ユニファイドセオリーの元メンバーであるクリス・シンがコアルクジークに代わるリードシンガーとして加入した。チャド・テイラー・コンピレーションアルバムライブ・アルバムポスト、グランジ、ありがとうございます。